罰ラビリンスのワイルドカード戦で2位で通過することができました。そして選抜入りできました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に感謝。本当に X にもメールにも書いた通り、本当に感謝しきれないぐらいのがあるんですけど、感謝しきれないぐらいのみながくらいのワールドカード、まあそれでも本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。本当に嬉しいです。まあ欲を言えば、まあ、1位で全部通過したかったんですけど、まあ2位ということで、全然2位でも私は嬉しいし、ファンの皆さんにも応援していただいたおかげで入れることができたので、本当にファンの皆さんのおかげです。本当に私も本当にドキドキしてて、1回4位になっちゃった時は本当にやばくて、結構かなり落ち込んでて、だけどでだからこそ今回の最後の発表が怖すぎて、本当に怖くて、ワンチャンありえると思って本当に怖かったんだけど、本当に皆さんのおかげで入ることができました。本当にありがとうございます。本当に皆さんのたくさん、多分ね、本当にマネーを使っちゃったかもなんですけど、私のために、なのにありがとうございます。本当に嬉しいでございます。本当にリハ中だったんですよ、結果発表見た時が。ユイナと一緒に見て結果発表ね。そう、ミラーボールありがとう。そう、マネーをねいっぱい使わせちゃったなって思うんですけど、本当にすいません。本当になので、ちょっとこれ食べながら配信してもいいですか？ これ食べたくて、ずっとここに置いてたんですけど、食べたいのでこれ食べていいですか？これ私が大好きなセブンイレブンに売ってるフローズンチョコバナナなんですけど、ママが買ってきてくれてて、これ食べていいですか？ いいと思う。ありがとう。食べたくてずっとここに置いてあったの。これ久しぶりに食べるんだよね。マジで美味しくて溶けちゃう、ちょっと。本当にありがとうございます。本当は9時からしたかったんですけど、ちょっと出かけててできなくて9時半からになっちゃいました。超美味しいで
目撃者パズドラでパフォーマンス見てたけどすごく良かった。本当ですか？嬉しい。そういう言葉が一番嬉しいです。チョコバナナみたいなののチョコバナナのめっちゃ冷たいバージョンです。凍ってるバージョンみたいなです。本当に嬉しい。ありがとうございますね。本当にミュージックビデオ撮影が一番楽しみ。どんな感じの曲なのか楽しみですね。そう、仲良しのみんなで選抜入れてきたのが本当に良かったですね。本当に私がミュージックビデオに出れるマス夢じゃない。ロキオイですね。恵比寿行きますね。恵比寿って東京？ミュージックビデオ撮影できっぱいします。もちろん。うわ、ありがとう。アンデルハート、ありがとう。ね、衣装もどんなになるんだろう。投票してて、ありがとう。東京か。本当に、たくさんの方がね、なんか、ゆうなさんが応援してくださってて、なんかゆうなのファンもにんにんにんかのこと応援してるからみたいな言ってくださって、もう嬉しいと思って、もう嬉しい、嬉しすぎて本当に。もう嬉しすぎてやばかったです。そう、みんなに感謝、本当に嬉しい。北川ひろと申しても嬉しい。ありがとうございます。夜ご飯めっちゃ食べちゃったんです。だから明日動きます。やばいです今本当にお腹が。なので明日からダイエットします。本当にするから。アイチューパーも、本当ですか、嬉しい。ローズンチョコバナナパーティーよ。もう本当に美味しいこれ。あゆちゃんもいっぱいありがとうね、宣伝してくれて。嬉しかったです。女子がよく言うセリフだ。パーティー
票入れてあげてねとお願いしたらもう入れてるよって言ってくれる人結構くて、でも嬉しい。正直胃がボロボロないけどありがとうございます。いろんなファンの方が応援してくれてて嬉しいです。あ、明日からダイエットね。明日からダイエット、女子がよく言えば、まあ本当に明日からマジで私ダイエットします。みかちゃんの可愛い画像加工しても楽しかった、使ってくれてありがとう。ありがとう、こちらこそ本当に嬉しかった。あんな可愛い画像を加工してくれるのめっちゃ嬉しかったです。今日の夜からやっていくね。本当にありがとうございます。毎日毎日夜遅くから朝早くまで本当に逆ですね。朝早くから夜遅くまでありがとうございます。本当にパンちゃんの生誕祭に行くのでその時にも祝ってありがとう。どんなミュージックビデオなのかな、ニカちゃんどんなのがいい、うん、何でもいいですねもう何でもいい。楽曲にロッキー強いし安心して新しいことに、そう新しいことにどんどん挑戦していきます。ココッペファンとココちゃんファンにお願いしたら即協力してくれたから、ロッキーファンもう嬉しい、ありがとうございます。その言ってくれるのが嬉しいですね。お願いしますっていうのを言ってくれるのが嬉しいです。画像作るとき多くの人に目に入ってもらえる、すごくすごくあの面白かったです。表あなたの票で運命が決まるみたいな感じのやつ面白くて使っちゃいました。どんな衣装での CM のね、楽しみ。衣装も前のやつもなんかすごいシンプルな感じでめっちゃ好きだったんですよ。私着たことないけど、みんかちゃん CM 見てもらったありがとう。赤鬼さんめっちゃあの宣伝してくれてましたよね X で、とっても嬉しいです。本当にありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。ね、個人ランキング2位になったんでしょ、すごい。衣装にも王子リンカって名前が入るね、いいですよね。生きがいも王子リンカってやつなので、いつか7期生が着てくれるかな、私の衣装を着てくれる日があるのか。今日も今朝もカミラタイム回さなきゃ、トラベリース開いて私だな、もう終わったんです。ありがとうございます。本当にそんだけ追われてたってことですよね。もう本当にありがとうございます。リンリンリンカ、リンカちゃんだけの衣装、リンカちゃんだけの歌、リンカちゃんだけのポジションがあるのが本当に嬉しい。皆さんがね本当に取って、皆さんがくださった立ち位置とポジションなので本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげですよ。本当に凛香ちゃんのために頑張ってよかった、本当にありがとう。本当ドラマティックな展開でした、ドラマティックでした。
当にありがとうございます。もう感謝しきれないですね。17時はちょうどバスの中で電波悪すぎたからバス降りて確認した。だよね。撮影いっぱい楽しんできてありがとう。リンカちゃんがいつも頑張ってるからよ。全然私なんかもう皆さんの方が頑張ってる。明日のモチベーションややる気につなげればそれでいいよ。モチベーションになってます。本当にファンの皆さんの団結力すごいよね。いつから撮影が始まるのか楽しみ。リンカちゃん頑張ってるから私たちも頑張れるよ。いや私たちファンの方が応援してくれるから私たちは頑張れます。ミュージックビデオといえばって楽しみなこととかある？どうだろう。でも撮ったことないから分かんないけど、よく TWICE さんとかのミュージックビデオの裏側とかを結構見てたんですけど、なんかみんなでモニター確認したりするのが楽しそうだなって思いました。ワールドカードにおめでとう。ありがとう。ワールドカードでは足以外の投票形成だったね。僕も今回リンクちゃんの目にしました。ありがとうございます。あやさんの差し入れ豪華らしい。そうなの？それまでにミュージックビデオ研究してんか。本当にありがとうございます。あたかなんて書いてるんだろう。杉太郎さんが送ってくれたやつ。あゆたかなんちゃら配信。リンカちゃんの家族も、あ、そうですね、ママも頑張ってゲームできないなりになんか毎日20枚ぐらいとかを入れてくれてました。で喜んでくれました。え、ワールドカードになってた？ X？嘘、ワイルドカードのつもりなんだけど、ワールドカードって書いてた。ごめんね。こんばんは。昇格もすぐそこで嘘をしたいですね。なってたの。ごめんね。ワイルドカードって書いたつもりだったんだけど、ワールドカードになってた。ごめん、変換がごめんね。変換ミスだわ。うん、嬉しすぎてごじりましたね。いつもワイルドカードって売ってたんだけど急にワールドになっちゃった。ごめんなさい、全然気づかなかったですね。本当に全然気づかなかったです。すいません。何の投稿だ？さっきの投稿か。ラビリンシエンは撮影の裏側が YouTube で上がるよ。多分インタビューもあります。いっぱい映ります。とりあえずお祝い言ってください。あ、頑張ってください。ありがとうございました。本当にそう、文字変換間違いある。そう、ワイルドカードとワールドカードも似てるからね。仕方ないです。すいません。わあ、マッサンタワーありがとうございます。嬉しい。クマタワーありがとうございます。これはおひな様のやつかな。クマタワーありがとうございます。嬉しい。
嬉しい、熊タワーありがとうございます。素晴らしい、嬉しいです。ありがとう、マッサン、マッサンありがとう。ありがとうございます。ゆいなちゃんと二人でのシーンはあるかな。ありがとう、嬉しい、かわいい、このクマタワーかわいいです、ありがとうございます。マッサン、マッサン、マッサン、ありがとう。今日もゆっくり休んでありがとうございます。リリリカちゃん今日もすごい美人。全然美人じゃないですよ、もうありがとうございます、言ってくれると。選抜の祝いでありがとうございます。もう選抜になれたことだけでなんかもうお祝いって感じなんですけど、選抜のお祝いありがとうございます。ゆいなちゃん、私ゆいなと新芽ですね、ゆいなと新芽です。明日もリハです。そうそう、今日はんちゃんがお誕生日なんですけど、はんちゃんがはんちゃんのケーキを持っていく係をしました。めっちゃ喜んでくれてて、こっちまで幸せになりましたね。愛ちゃんかわいい、ありがとう。ミクリンコンサート亀子やるので亀子席に視線を、あ、寄ります。亀子席にめっちゃ視線を送ります。落とすなよはさすがにしてないですね、ちょっと本物だから。メンバー全員でお祝いします。メンバー全員ですね、ロッキーだけじゃなくてメンバー全員でお祝いします。選抜楽しんできてありがとうございます、嬉しい。そう、花さんが電気を消してくれました。あの時のゼッケン見たら、オーディション、そう、オーディションの頃のゼッケンをずっと着てるんですよ。洗ったりして、すごくないですか、そう考えると。合宿審査の時から着てるやつなんですよ、すごくない。それを洗って繰り返して使ってます。そう、物持ちいいの。なんかお祝いするのはリハ期間とかに、その人の誕生日当日にリハがあったりとかしたらお祝いするんですけど、そうだからリハがあったらお祝いしますとか、公演と被ってるとかなら応援するんですけど、応援じゃないですね、お祝い。もしオーディション落ちてたらゼッケンもらえたの、え、もらえてないんじゃないかな、わかんないけど、わかんないですね。今あれだもんね、審査あれだもんね。
あのゼッケンもグッズ化してくれ、いる？あのゼッケンいる？いりますか？名前がただ入ってるだけの、いります？合宿審査録画して残ってる、合宿、録画してるのいいな、私も見たい、見たいな、私も、でも私ほぼ映ってないんじゃないかな。ミスお気に入りのあの日の水着、今年はもう似合わないね、海にも入らないし日焼けもしたくなる、ワンピースのままでいい、少し地味なワンピース、ワンピースの、なんだっけ、なんだっけ、君のことが好きやけん僕はいつもここにおると。私この歌詞マジで苦戦したんですよ。やばい、58分だ、ちょっと待ってね、とりあえず一回男女読みします。13位、博多なるなるさん、ありがとうございます。12位、猫大好きフリスキーさん、ありがとうございます。11位、アリーさん、ありがとうございます。10位、ロイディスさん、ありがとうございます。9位、カサさん、ありがとうございます。8位、ムハンマドさん、ありがとうございます。7位、ひしみらこうさん、ありがとうございます。6位、ダニーさん、ありがとうございます。5位、 MJ ジュンヤさん、ありがとうございます。4位、タケさん、ありがとうございます。3位、ビーバーさん、ありがとうございます。2位、杉太郎さん、ありがとうございます。そして1位はマッさん、ありがとうございました。もうありがとう、ありがとうございます、本当に嬉しい、本当にありがとうございました。ということでちょっとバイバイしたいと思います。ありがとう、本当に改めまして、 CM 選抜入ってくださっ、あ、入れてくださってありがとうございます。楽しみにしててください。バイバイ、おやすみ。